夢は自分が想像したもの、自分がやってみたいって思ったもの、五感で全てで感じることができるものは現実だと思います。常に新しいことを考えていかなきゃいけない。新しいものを見つけ出すことだったりとか、その新しいこともあまりにも今から離れすぎてると、やっぱどうしてもそれって実現できなくなってしまうから、そこのうまい具合を見つけるのがすごい大変ですね。 MR は現実世界にリアルじゃないものを持ち込むと思っていて、現実世界の座標と近未来感とか非現実のものを融合させるって私は説明します。ホログラムは想像を全て現実に変えてくれる道具だと思っていて、何でも作れる世界じゃないですか。それを現実に持ってきてやるってなったらホロレンズを使う。割と自由で型にはまらないような突拍子もない意見はすごい私言うことが多いんですけど、どうやったらホロレンズで再現できるかってところをチームメイトと詳しく分析して、じゃあどういうふうにやったら新しい感じがするかなとか、将来そのキャラクターっていうのは自分の相棒となる存在、マップアプリとかを見て進むのがわからないって人とてもいっぱいいると思うんですけど、そのキャラクターについていけば目的地にたどり着ける。誰どの世代にとっても分かりやすいと思います。最近 Azure のことを知って、これからの開発にも役立っていきたいと思っています。将来的に現実と非現実は融合されると思います。夢っていつまでも見続けるものじゃないですか。私が小さい頃漫画やアニメを見て、将来こういうことができたらいいなとか、それを実現させてくれるのはホログラムだと思っています。ホログラムの可能性は私たち個人が思っている夢を全て実現できるものだと思います。